やっぱりは英語で What's poppin? How you guys doing? セキです。みちゃんです。今回はあのやっぱりってね、日本語でめっちゃ使う言葉。まあやっぱりね。Yes! はい。この表現、ネイティブはどういうのか、英語で。これをちょっと聞いていきます。やってきます。Let's get started! まあ、 よく日本人が使う言葉をこう英語にしてみたらどうなるみたいなシリーズなんですけど、このやっぱりね、はい、やっぱり、はい、これも多分あれちゃう、そのネイティブはいろんなシチュエーションに使い分けるんじゃないの。まさにその通りです。日本語のやっぱりっていろんな意味を持ってるから、ちょっとこれをちょっと僕が分解してネイティブにちょっと当てていくみたいな感じにしましょうかやっていきましょう。はい、2つ目、分かってた時のやっぱりね。おお、使うね。そうめちゃめちゃ使う。これ一番使う使い方じゃない。まあそうかな、どうなんやろ、それはちょっと分からへんけど、やっぱりねみたいなやっぱり分かんないでしょみたいな、ね、そんな感じまあちょっと具体的に噛み砕いて説明すると、なんかもうすでに分かってたみたいな感じで、あ、だからあれでしょ、なんかそのそのミスあなたのでしょ、で、あ、そうだよ、あ、やっぱりね、あ、そうもう水と分かってたってことだよね。あなたの水だって分かってたみたいな。そう、僕の水って分かってて、それがまあある程度確信があって聞いて、正解であって、あ、その通りだったんだみたいな、そのやっぱり、やっぱり、はい、だよね。そうめっちゃ使えるのあります。めっちゃ使えるのある、うん、ほうこれ一番しっくりくるのはね、I knew it。 I knew it、もう直訳すると私はそれを知っていた、これだからね、確信度めっちゃ高い、あ、そうなんや。そう、もうなんか直訳の通り、こうあたかも知っていました、感を出すみたいな感じ。あ、じゃあこれ日本人と同じ感じで使うの、よくそのめっちゃ使う、これは。あ、そうなんだ、なんかシチュエーションとかある。で、例えば私が正規に、もしかして最近彼女できたって聞いて、はい、って言われた時に、はい、I knew it、 やっぱり ねって使う。なんでかっていうと、最近なんか妙にしつこくなんかいい人いないのって聞いてくるからみたいな。どういうこと。いや、これ私のね、発見したことなんだけど、自分がすごい幸せな時とか、彼女がとか彼氏が新しくできた人って、なんか、異様にこう周りになんかいい人いないのとかってね、周りの状況で確認したがるんで。あ、なるほど、ちょっとマウント取るみたいな。マウントっていうか、なんか、多分その幸せをシェアしたいんじゃない。へぇ、本当に気づいて、そう、だからそれなんかめっちゃやってくるじゃん。なるほどね、俺そういうタイプちゃうわ隠れて付き合うタイプやから。あ、言ってたね。言ってた言ってた、この間言ってた。そうっていう感じです。なるほどね。もう一個ぐらいある、なんか。そうだね、じゃあ、なんかこう実際にその思ってたことと本当のことが合ってなくても、やっぱりねって使うじゃん、日本語でも。おうそれを英語でもできて、はい、例えば、じゃあ飴をくれます、正規が、はい、で、舐めて、あ、これぶどう味でしょって言って、いや、リンゴ味だよって言われて、あ、I knew it、 やっぱりね。どういうこと、間違えてるやん間違えてるけど、なんかリンゴかぶどうか迷ったんだよね、みたいな。リンゴかとも思ったんだよね、みたいな。あ、なるほどね、あるね、日本語でもある。ある、言うよね、言うよね、やっぱりそっちか、みたいな。あ、そうちょっと強がりみたいな。強がり、I knew it、 あみたいな。なるほど、アメリカ人もやっぱ強がる、日本人の感覚に似てる。あ、似てる似てる。あ、本当に思ってなかったとしても強がりで言うってことやね。時もあるし、なんか本当にどっちか迷ってブドウって言ったけど、リンゴとも思ってたから言うみたいな。あ、本当の時もあると、うん、はいはい、めっちゃあると思う。じゃあ同じや、日本人の感覚が、ね、なるほどね、はい、あ、ちなみにもう一個言い方あって、このやっぱり、そこのシチュエーションでね、でそれは、はい、That's what I thoughtThat's what I thought。 そう、これは直訳すると、それは私が思ったことだみたいな。ああ、まあそうだね、That is what I thought やからね。そうそうそう、 What は何々するもの、こととか、で、I thought やから私考えたことってことね。そう、はい、これも使うってこと。これも結構使う。へえ。そう、でも I knew it よりも確信度ちょっと低いかな。あ、違いは確信は低い、低いと思う、あ、そうなんだ。じゃあちょっと自信満々に言ってるわけじゃなくて、ちょっと控えめに言ってるって感じ。そうだ、控えめに、そう、ユニュアンスの方が強いと思う、I knew it と比べたら。なんかシチュエーションとかある、例えば、はい、じゃあいきます。はい、好きな色何。緑。緑か、That's what I thought、 やっぱりね、だって You always wear green。 着てない。いや、やるじゃん、よく着るグリーンのさ、長袖が。ああ、はい、一着だけな、まあそんな感じ。あ、で、なるほどね。そう、だからグリーンいつもよく着てるから、まあ、緑が好きなのかなって思ってたみたいな感じで。だからニュアンスとしてはなんか、もしかしてとか、なんかひょっとしてこうかなって思ってたことが当たった時に、That's what I thought。 あ、なるほど、I knew it よりは本当に証拠不十分みたいな感じ。そう、まさに、まさに、うん、まさにですか。そう、なんでかというと、I knew it の knew は know だから知るじゃん、知る、分かる、もう完全にもうなんか知ってるみたいな、 100% の状態だけど、think はまあ知るっていうよりはなんか考えてこうだと推理するみたいな感じ。なるほどね、だからそこの時点でちょっと違うみたいな。確かに。あ、じゃあ俺よくあるのは、女の子の髪型とか、うん、髪の毛切った時ちょっと分からへんやん、ちょっと男性より女性ってこう、長さちょっと若干変えるやん、時にちょっと聞いてみて、髪の毛切った、あ、やっぱり、それが That's what I thought みたいな感じ。
That's what I thought. そうだ、それも使えるし、うん、もしくはもし逆になんかちゃんと気づいてたよっていうのを、まあ、アピールしたかったらあえて強く I knew it。 あ、なるほど、相手にそういう印象を与えたいからってことか、うんうんうん、ほんまはそうじゃなかったとしても、うんうん、あ、使い分けてみてください。なるほど。じゃあこれあえて日本語に訳すと、うんうんうん、I knew it がまあやっぱりねみたいな、うんうん、で That's what I thought なんかそうだよねみたいな。あー、そうだね。あ、そうだね、あえてなんか違う日本語で分けるとそうかも、うん、でその感覚で英語でも使ったらまあ間違えることはないっていうか、そう、ね、ちょっとフィットするって感じね、はい、シチュエーションに、yes. じゃあこの I knew it と That's what I saw これはビジネスとかそのカジュアルとかの分け方はある？あー、確かに、ね、うん、I knew it はその、うん、さっき言ったみたいに、うん、なんかもう知ってたわみたいな、こうなんか主張が強いイメージがあるから、ほうほうほう、まあ丁寧ではない、別に。あ、じゃあカジュアル気味。そうだね、カジュアルに近いので、はい、まあ避けた方がいいかな。ビジネスでは避けた方がいい、うん、はいはい。で、That's what I thought は、うん、主張度、うん、確信度も低いし主張度もちょっと低めだから、うん、まあ言っても問題ないかなって。あー、そうなんだ、うん、That's what I thought はどっちも使えるって感じか。そうだね、カジュアル。へえー、なるほど。2つ目、意見変えるときのやっぱり。おお、これやっぱりこれにします。そうそうそう、うん、店とかよくあるわ。あるね、あるね、うん、これちょっとチキンバーガー一つ、あ、やっぱりエビバーガーみたいな。おお、うん、毎回使ってるかも。それは毎回使ってる、優柔不断なので、優柔不断なので店員さんに迷惑やから。そうですよね、ごめんなさい。っていうそのやっぱりね、そうです、そのご覧の通りよく使う日本人いるから。そうです。はい、それどうですか。これはうん、もうぴったしなのは、またぴったし、 actually、うん、おーおー、 actually 実はって意味。そうそう、実は、おーおー、まあっていうのは別の使い方もね。あ、そうなの、うん、そう、この場合はなんか実はっていうよりは、うん、うん、やっぱりこっちっていうそのままの使い方なんだけど、そう、まあ、じゃあ例えば、はい、清家と健2人に私が告白されたとします。どうにゃー、で贅沢な、そうで、はい、なんか一見やっぱね清家仲いいしお願いしますって言って、 Actually I choose Ken。 どっちも幸せにならんでそれ。まあ一応日本語訳言うか、日本語訳と、うん、正義にします、うん、Actually I choose Ken だから、うん、やっぱり Ken を選びます。なあ、どっちも幸せにならん。どっちにもなんか嫌な気持ちになる。Ken 側も悪いで、多分 Ken 側も最初選んだのにやっぱり俺なんだみたいな、どういうことみたいな、どっちもそんな好きじゃないみたいな。あの、なんかね、確かに確かに、うん、バチェロレってみたいな、バチェロレってみたいな、なんだっけ、バチェロレ、バチェロレ、バチェロレ、そんな追求せんでいい。まあ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 、まあ、みたいな女性ね。はいはいはい、はい、シチュエーションで、シチュエーションですね、うん、あとは、はい、例えば、うん、こうなんか質問系でも使えて、やっぱり何にしないみたいな、ほうほうほう、そういう時は、うん、じゃあ正規が歩くの大好きだよね、歩くの大好きですね、うん、で一駅分だったら全然歩くよね。はい、そうだよね。じゃあなんかこう一駅分こう歩こうって話をしていて、はい、歩き出した瞬間私がやっぱ疲れたみたいな。Actually, do you want to take a taxi? あ、どういう意味ですか？これは、うん、やっぱりタクシーで行かん？タクシー、一番高い手段を電車でや、一駅ないから。駅遠いから。あ、もうそこも歩いちゃったから。これまた。はい。っていう時のやっぱり。なるほど ね、 疲れね。台湾の女性みたいですね。あ、そうなの？台湾の女性もすごいお姫様病って言われてるから。あ、言ってたね。うん、すごく。あ、歩くのダメなんだ。いや、歩くというか多分おんぶしたりとか。ああ、そう。歩くのしんどいおんぶしてみたいとか。あ、まあ、その場合はアクチュアリーおんぶしてみたいな。このアクチュアリーはビジネス、うん、カジュアルなんか違いある？使い方。アクチュアリーはね、全然使えます。あ、どっちも使える。うん、いつでも使えます。あ、これ便利やわ。めっちゃ便利。はい。3つ目、やっぱりいいや。やっぱりいいや、うん、まあ、2番目と似てるけど変えるってわけじゃなくて、やっぱりいらないですみたいな、もうこの一言よく使うやん。おお、使う。やっぱりやめます、うん、やっぱりいかないです、確かに、うん、みたいな。あ、やっぱいいです、そう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 、わわわわわって。クロちゃん、そうだっけ、わわわのわーっていうクロちゃん。そうなの、うん、そっか、そっか、そっかって言われたらちょっと滑った気になるから。なんか確か見たことあるかもしれない。見たことある。はい。っていうやっぱり、はい、やっぱり、はい、いいですみたいな、はい。めっちゃ使う言葉あります。お、Never mind。Never mind。うん。これ気にするなってこと？あ、Never mind ってよく気にしないでとか聞くけど。ね、気にしないでっていう意味訳よりは、うん、やっぱいいやの方が使われると思う。あ、そうなんや。うん、一番よく使われるのは多分、うん、なんか言いかけてやっぱ言うのやめようと思った時に、あ、Never mind、 あ、って言うんだ、 やっぱいいや、なんでもないっていう、その一言でも終わんのよ、終わる、うん、Never mind でやっぱいいや、やっぱいいや、今言いかけたの気にしないでみたいなニュアンスが込められる。あ、そうなんだ、うん、え、シチュエーションは結構そこに限定してんの？その日本で言う、例えばなんか勧められてて買おうとしたけどやっぱいいやとか。そうだね、 Never mind、 あ、それも普通に使える、いやいやいや、もう日本の感覚とほぼ同じ、ほぼ同じ、そうだね、同じだと思う、やっぱいいや、やっぱイヤが使われる場面では多分使われるんじゃない、どこでも。なるほどね、うん、なんかシチュエーションとか、じゃあまたお願いします。じゃあ例えばでもさっき本当に言ったみたいに、私がじゃあ、うん、あ、Never mind、うん、
はい、って言います、はい、やっぱ嫌、はい、で正規が言ってよ言ってよ、いや急げ急げみたいな、はい、言って言ってよって言われて、はい、分かったよ、さっきの団子美味しかった何何この文章何これ、なんかニヤーってきたんやけど、何やどういうことどういうこと、いやだから本当に大したことないことだって気づいたから言うのやめようと思ったのに、うん、正規の方がしつこく言って言ってって言ってくるから、はいはい、言ったらなんかシーンとされちゃったみたいな、あ、なるほど、あ、じゃあまさに俺のリアクションが物語ってたってことね、そう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 、だからネバーマインド、だからネバーマインドって言ったのもう、まあ、やっぱいいやって言ったのに、うん、しつこいからね、なるほどね、いるよねそういう人、ちょっとなんか俺ちょツッコミの準備してたからまたでもなんか団子欲しかったんなんでやねんみたいなまあでもいいリアクションです、あ、それ欲しかった、いいまさにこういう時に使う、うん、あーでもこれは使いやすいね、うん、なんか用としてね、よくあるよね、でもとっさにやめる、まあいいやみたいな、うん、めんどくさいし見た時はネバーマインド、そう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 、これはあのビジネスでも使える、ちなみに例えば何か言おうとするときに、あ、なんでもないですってビジネスでもたまにあるやん、そのときにネバーマインドずっと言うとどう、まあ、あるっちゃある、あ、まあ、言ってもおかしくはないよ、カジュアルすぎはない、カジュアルすぎではないと思う、うん、他に言い方ちょっと思いつかないから、うん、あ、じゃあもう普通にこれ、うん、ビジネスでも使ってもいいし、使ってもいい、なんか言おうとしてて何々くんなんか意見あんの、あ、なんでもないですみたいな、そういうときはよくあれへん、うん、まああるかもあるかも、うん、あ、でもそのノリだったら全然 OK、 全然 OK、うん、同じように使ってください、もう一個ぐらい文章、あ、OK、はい、じゃあ例えばじゃあ私が作業していて、うん、パソコンとかで、うん、ちょっと正規の助けが欲しいから、はい、Hey, can you help me with? Never mind, I'll do it myself. なあ、ある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 だね、うん、これはその、まあ、最初助けを求めて、うん、正規これ手伝って、あ、やっぱいや自分でやる、これな言ってほしいね、なんか憶測なんかすごく思考してしまうから、うん、なんか気使われてんのか、なんかあんま大した能力この人ないから頼らんでいいからみたいな思われてんのか、そういう心配してんのね、結構悩むねそういう時、うん、なるほどね、今の心境としてはなんか助けを求めようとした瞬間、あ、なんかやり方分かったあー、それだ OK、 それだ OK、 全然やってください、そんな感じ、うん、めんどくさいし、4つ目、結局のところのやっぱり、おー、うん、まあ、やっぱりこれが一番だよねみたいな感じ、うん、なんだかんだ言ってみたいな感じ、おー、なんだかんだ言ってピーマン好きやわうん、ピーマンなんだ、ピーマンなんだかんだ言ってみんな嫌いだけどなんだかんだ言って好きやわとか、なんだかんだ言ってピーマンが一番いい味を出してくれるよねみたいな感じとか、うん、なんだかんだ言ってお前一番の親友やわみたいな、ありがとう、いや、じゃああなたに言ってね、あの、ケンに、ケン、あそこにいるケン、ケン声がったけど、あ、そうそうか、だからでもそういうことあるけどなんだかんだ言ってお前が一番親友やわ、あ、なるほどね、あ、うまい、はい、友情ストーリーみたいな、やっぱりやっぱり確かに、うん、これはね、うん、After all かな、 After all、うん、結局みたいな感じ、そうそう、結局、あ、これ当たるんだ、やっぱりそうだね、そういう感じだよね、だって日本語で結局のところピーマンが一番だよねみたいな、確かに、じゃあ、うん、例えば結局のところピーマンが好きだったら英語でなんて言うの、 After all、 まあ、それだったら、うん、After all, green pepper is the best、 おー、 After all 結構文頭に置くって感じか、ただ文頭だね、文頭が、まあ、もしくは文によっては文末に持ってきてもいいかもね、 あんまりじゃあどっちかで OK、 どっちか、うん、どっちかで OK、 あー、 OK、 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 まあでもなんか、やっぱりってこう強調したいときは文頭に持ってきた方がいいかな、なるほどね、まあまあ文頭置いときは間違いなし Yes、 はい、例えば、うん、Seiko looks good in hoodies after all、 お、これはどういうこと、うん、これは、うん、まあ結局のところ Seiko はまあフリー似合うよね、な、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、手とかおだてとかないとはい、まあいろいろいじっていただいてるけどパーカー多いとか何着持ってんねみたいな、そうそう、けどそういうこと言ってるけど、うん、after all、うん、まあなんだかんだ言って似合うよね、似合うよねと、せっかくだったらアフターオール最初につけてもらったのよかったから、これはあえてです、ね、あえて最後につけてるんですかちょっと控えめにしてると控えにします、はいはいはい、じゃあもう一個、お、あのスペシャルなやつがあります、スペシャル、うん、じゃあ、うん、After all、うん、we get along pretty well、 おー、うん、あ、なんですか何かなんか、ええ、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、役は、まあ、結局のところやっぱり私たち結構仲いいんだよね、にゃにゃ、まああのいつもね、うん、あのいろいろありますけど、いろいろ、まあ、喧嘩とかね、喧嘩しないよ、あ、喧嘩しない、うん、私はピースフルな人で喧嘩しないのがポリシーだから、いや、ほんまに割と意見くるけどな、あ、喧嘩じゃない、あ、喧嘩じゃないや、ディスカッションです、ディスカッションしてるんだね、ディスカッションという名の戦いをしてあ、やってますけど結局のところ、結局のところ仲いいっていう、やらまん、はいはい、っていう感じですね、って感じです、はい、ちなみにアフターボールもビジネスで使える、アフターもビジネスで使えるね、アフターボール、うん、使える、あ、じゃあビジネスカジュアル両用、両用ですと、はい、はい、5つ目、後悔のやっぱり、おお、やっぱりこう告白したらよかったみたいな、おお、うん、あるね、こういつ告白するんだみたいな、おーベイベー、おーベイベーみたいな、聞いたことある、聞いたことある、 あ、サザン、サザンのそのプロポーザル作戦今イメージしましたけどみたいな、まあそういうやっぱり、いや、何々しとけばよかったみたい
なるほどね、うん、そうどうですか。この場合はね、うん、一単語とかじゃなくて、もうなんか定型文みたいな文の始まり、これっていうのがあるんだけど、うん、I should have 何々。おお、結構ガッツリやね。そうだね、ガッツリとしてちゃんとした文で、うん、まあ、ちゃんと言うと I should have で、動詞の過去分詞、過去分詞系ね、形が続く形になります。はいはい、I should have なんちゃらの方やね。わかります、わかります、わかります。なんかその、はい、まあ、直訳すると何々すべきだった。ああ、そうだよね、うん、だからそこにやっぱりっていう感情が入ってるよねっていうのを汲み取っての、うん、ちょっとまあ提案です。すごいねこれ。めちゃめちゃ意外やわ。意外？意外っていうか確かにっていう感じか。うんうんうん。確かにそうやったみたいな。やっぱりね。はい。そのやっぱりは。は I knew it ですか。はい。早速ですね。はい。じゃあ例文ちょっとお願いします。例文いきます。はい。まあ、じゃあさっきの告白の例で言うと、うん、I should have told her I loved her。おお。これは、はい、やっぱり彼女に愛してると伝えればよかった。なるほどね、うん、これだからあの伝えなかったってことだよね。伝えなかった、うんうん、I should have の、まあ、特性でもあるけど、うん、実際にそうじゃなかったことに対して言ってるからね。あ、そうだね、うん、じゃあ今回告白できなかった。できなかった、愛を伝えなかった。伝えなかった。あ、ちょっとなんかこうトイレ入ってる間に彼女のトレインが行っちゃってみたい。あ、なるほど、ダサダサ、駅まで行ったのに家でしとけ、それは催し物は。そういうのあるよね、うんうん、ないでしょう、ないでしょう。満を持してトイレすな、駅で。はい、そうだね、はい、あとはまあ、じゃあ例えば、うん、じゃあ私が誘ったパーティーに正規が来なかったみたいな、はいはい、家でずっとゲームしてるから。おー、でも次の日私が、はい、You should have come、うん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 、めっちゃ可愛い子たちいっぱいいたのに。わっ、わー、それはゲームいつでもできるしね。そうそうだよ、まさに。まあちょっと今役言うと、うん、やっぱ来ればよかったよ、昨日の夜、うん、可愛い子たちいっぱいいたから。なるほどね、うん、これこま悔しがる。悔しいよね、そういう時。まあ、例えばその、うん、なんかサークル飲み会とかで大学時あったんやけど、こう行かんかった時に、なんか可愛いそのメンバーがおってみたいな。あんまりいつも来へん可愛い人が行ってて、あ、うわ行ってよかったみたいなはあったね。こうなんかすれ違いみたいな、行ったら来ないけど自分が休んだら行く。絶対俺嫌われてるやんそれ俺が要因やんそれは、うん、あるあるだね。あるあるじゃん。ここで問題。お、今から言う日本語文の英文をコメント欄までください。はい。正規は実は面食いだって。おー、違うのに。やっぱりね、やっぱりね、やっぱりね、この文です。このやっぱりね。いや違う違う、全然違う。有村架純好きで。有村架純好き有村架純は好き、はい、やっぱりね、はい、このやっぱりねだけお願いします。はい、待ってます、はい、この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。 Okay, this is it for today. Thank you for watching our video. We'll see you tomorrow. Bye, bye for now. の何？好きな緑。 I knew it。 あ、間違えた。なんで I knew it って言うね。間違えた。